冷水病は、酒、マス、アユなどに発症する、致死性の感染症。英語病名コールドウォーターディジーズを直訳し、冷水病と呼ばれるようになった。低水温期に発生する北米の酒マスの病気として知られていた。1984年に、フランスのニジマスで発生が確認された。日本では銀酒、ニジマスで1985年頃から見られるようになっており、 1990年に銀座家で発生が確認された。アユでは1987年に徳島県の養殖場でビワコ産稚魚から病原菌が確認された後、全国的に拡大。遊魚用に放流されたアユと、同水域に生息するウグイ、オイカワ、ヤマメなどからも菌が検出されるが、発症はしていない、保菌状態が多いとみられるが、発症例も報告されている。 魚種により病原体への感受性は異なることが報告されている。また、鮎の系統によっても病原体に対する感受性は異なっている。冷水病に罹患した鮎養殖用に銀酒卵が輸入されていたことから、国内の冷水病はこの輸入欄に由来すると考えられていたが、病原菌の遺伝子分析などから、銀酒の菌と鮎の菌は由来が異なると考えられている。 国内への侵入経路は不明。国内での感染経路は、ビワコ産保菌種苗治療と考えられる。しかし、ビワコへの侵入経路も不明。全国のアユ養殖場で、子産種苗、人工種苗、海産種苗のいずれにも発生している。人間への感染は確認されていない。グラムイン成長肝菌のフラボバクテリウムサイクロフィラム、フラボバクテリアムサイクロファロム、 決め手となる冷水病の予防法、治療法はまだ見つかっていない。ありがとうございます。